あのさ。141試合を終了して、59勝74敗8分けの勝率444で、5位ヤクルトとは0.5ゲーム差。5日の伝英戦に敗れるか、仮に勝ってもヤクルトが広島戦に勝つと、球団ワーストを更新する3年連続最下位となる。すでに立浪監督は今季限りでの退任を表明しているが、新人監督の3年連続最下位となれば、1950年から52年の近鉄藤田昭三監督、56-58年の大洋迫畠正美監督、70-72年の西鉄稲尾和久監督以来4人目で、52年ぶりの不名誉な記録となる。ちなみに、稲尾監督は3年連続最下位となった後も指揮を取り、73年は4位、74年も4位だった。でも、観客数は増えてるんだろ。稲尾監督は気の毒なことに黒い霧の直後だからな。今考えたら英雄稲尾に全て押し付けた西鉄球団はひどいな。有能な選手は他の球団が救い出してほしい。神様稲尾に並ぶ感じか。さすがに今日はプロ一軍初登板初先発の投手が先発だから勝てるやろ。大面立浪。タッツに全て責任を負わせてそれでいいの？3年連続最下位は中日史上初。2年連続の時点ですでに球団初だからな。どうしてこうなった？新庄とどうしてこんな差がついた？立浪から辞めると言ったんかな。球団としては観客増えるし年俸を抑えられるし最高の監督だろ。逆に新人監督から3年連続優勝したのが森氏明。阪神暗黒最末期についたノムさんも3年連続最下位だよ。時代に託す采配してりゃそんなもの、立浪は偉いよ。与田が防御率1位にして立て直した後だけどな。立つ年に最下位とはオツだな。もう恥ずかしくて解説とかできないじゃん。むしろテレビ集めに引っ張りだこになる予感しかしないんだが W。何言ってもネタになる無敵の人だからな。特に野村がいるプロ野球ニュースには来年当然のようにいそう。ミスタードラゴンズをこんな目に合わせたフロントの罪は重いだろう。次の監督はやりやすいだろうな。再開じゃなければいいんだから。今は立浪だから6位なんだって思えるけど。次の監督で5位だった方が阪神にとして絶望しそう。まだ終わらないのかっていう。阪神になぞらえてるアホいるけど、ノムの次は星野。教え子立浪なんか可愛いくらい大量入れ替えをする。つまり、チュニドラもそうなると。立浪が崩壊させた環境の整備が1年で終わるとでも？あの時中田中島使わなければ再開回避できたのに。で試合ありそう。新庄となぜ差がついたって。新庄との采配指導の能力差もだけどフロント編成もだよ。中日は戦力外選手にあやかる。ハムは若手を我慢強く使う&補強組が機能してる。中堅以上の野手追い出して6人を兼ベテランと機能しない新人取った挙句に投手陣も崩壊か。前任までの貯金食いつぶされたからまた一からやり直しか。まあ3年連続再開を甘んじて受け入れよう。この悔しさをバネに球団は解散してくれ。クズ鉄厚めの安藤と男より成績悪かったんだからのこと。今更5位に滑りんでも中途半端だしサクッと決めた方が良いと思うぞ。割とマジで。てか立浪も最後に大島の肩叩きしてから辞任してくれよ。比較対象が黒い霧事件明けでチームはもちろんフロントまで完全崩壊してる西鉄レベルってのが本当にすごいよ。ジュニドラフロントもそのレベルっていう少佐よ。曲がりなりにもこっちは防御率トップの投手陣を引き継いだはずなんだし。次の監督も投手陣で若い先発投手は高橋くらいしかいないのがきついわな。小笠原とライデルは多分抜けるしネオ柳町あたりを育てられなかったのが痛すぎる。コーチ経験がないのを言い訳にしたいが。よりによって新庄と新井が同時期という。もう3年か、あっという間すぎて時間の流れに戦慄する。野村でもどうしようもないから星野で大補強&大量粛清で優勝できたんだよな。まず補強するかどうか怪しい今の中日で同じことが起こるかというと。ここに来てガチで勝ちに来て負けてるのがザ・立浪って感じ。言うてよだ最終年より勝率いいやろ。これは逆にあの時の西鉄を数年で4位まで持ってきたいなお監督がすごいんじゃ。中日の最終兵器だったろうにな。ほんと落合騒動から先中日本社は恥をかき同士だな。
タクシー割り込み監督のネタでこすられたくないからと言って、これでもかと、菅野と立浪でこすりまくるのはどうかと思うぞ。なあ、チンカス。サインを盗んで順位も割り込むチンカス監督に期待 WWW。次の監督が有能で A クラス入りしても立浪の遺産と騒ぐ奴がたくさんいるから大丈夫。新人監督でトリプルシックス達成じゃ今後監督の依頼はプロではどこからも来ないやろな。あまで実績積み重ねてワンチャンやろけどそこまでこだわってなさそう。初物の左腕なんてあっさり抑えられて負けそう。先発とセンターラインという整備に時間かかるところが貧弱なままだし、監督変わって躍進もなさそうだ。5位にはなれるだろうけど。監督はまあ二度とできないにしてこんなんやったら今後コーチにもなれんやろな。大面立浪666完成間近。ケーキの大層だ。牽制しか盗塁失敗じゃんと思ったら案の定。最後の最後までタッチ変態采配見せつけられたわ。稲尾に並ぶ球団初の記録とだけ聞けばすごい気がしてくるからセーフ。まあ戦力的には横浜なんかよりは上だから勝てる監督なら来年は A クラスはいけるだろう。横浜よりいいところって言ったら中継ぎくらいか。暗黒横浜は森山下3年連続再開の後の牛島で4位勝率5割手前まで行ってからの646,666やで。2022時点では日ハムの方が戦力ひどかったよな。そう考えると新庄ハムのフロントは有能なのでは。監督違ったらもしかしたら4位行けたかもだけど A クラスは絶対無理な戦力だわ。フロント総特会しない限り万年 B だよ。立浪だから6位で済んでるだけで他の監督だったら7位以下も十分ありえるよな。そう考えるとタッツは有能なのか。ありそうってかパッと思いつくだけ複数あるわ。ほんとこれ。日ハムの新しいもの取り込もうスタンスと超保守派の中日。そらあかんわ。地球選べない三振まみれの目に見えにくいクソが多いから無理やろ。中日観客動員数。2019、与田1年目、2285,333。2020、与田2年目、378,006、コロナ。2021、与田3年目、593,791、コロナ。2022、立浪1年目、1807,619。2023、立浪2年目、2183,950。コロナ時は120試合だったり、上限1万人制限だったり、制約が多いので参考記録。過去1。1997星野戦1260,7500ドーム元年。ちなみに落合監督時代の最大年。2008、落合5年目、2427,805。落合8年間の平均観客動員数。230,8428。中田と中島取って勝ち誇った顔してた時点でかなり無能だと思ったよタッツ。気づくの遅らすぎん？次の監督誰やるんだ？こんな戦力でやりたいと思う人間なんておらんやろ。レジェンド枠の立浪も使ったし。選手からこの球団のビジョンは何ですか？って聞かれるようなフロントタスマネージメントも知らん監督が作った最低の3年間。勝つために軍事や山本放出してベテラン取ってきたのに。これで6位とか終わりやんけ。タッツのひいき采配は本当にひどかった。次の井上は大丈夫なのか？消化試合に本気で挑んで負けるという絶望な弱さ。昨日のオーダーはファンとしても考えられるベストメンバーだし来年も B クラスだろうなというのを悟った一戦でした。立浪が続けたら前人未到のクワトロ6という大記録が見れたのにもったいない。コーチ経験も2軍監督経験もないやつじゃ無理だな。この3年は所属してる選手もキャリア無駄にしてるよ。山崎武史。チームぐっちゃぐちゃにして去っていくんだな。ほんま何やったんやこの3年間。今年1年ずっとそう言ってきたよね。D より戦力は上、広島より戦力は上って。君の妄想の中ではそうなんだろうけど、現実は違うんだよ顔。中田なんていう度級の負債を置いて最下位だからな。
一軍やスタメン起用が条項に入っとったらまた最建て前の1年無駄期間が必要という稲尾監督の話なんて聞いたことがないと思ったら黒歴史みたいになってたのな。練った打ちにされてる若手投手を懲罰的に続投させて晒し者にしたのが印象的でした。パワハラ上司みたいで組織をダメにする性格かなと。他にもいろいろ強権的な振る舞いが多かったようで能力のあるプロの集団を管理するのは向かいてないんじゃないかと思いました。遊撃手として成長してたネオを我慢できず投手に転向、その結果投手ネオはボンピーさらに遊撃手不足に泣くというギャグまで見せてくれた名将。大島派を全て排除すればいいのでは。よだがそれなりに整備してアルファで CS くらいはワンチャンくらいの戦力だったのになぜかスクラップ&ビルドをしようとして失敗した男。フロントも責任取って消えてくれんと。誰が監督やっても変わらん。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。